皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、 AI 音声ともこです。それでは今日の質問です。 JRA のトレーニングセンターで持ち乗り調教助手をしています。将来調教師として独立してやっていきたいと考えているのですが、調教師試験を目指す人は獣医の免許持ちや大学馬術部で活躍した人などが多く、高卒で馬の世界に入った自分がそういう人たちと競っていけるか弱気になってしまうことがあります。堀江さんに何か背中を押してもらえるアドバイスをいただきたいですという質問です。はい、今日も質問答えていきたいと思いますけれども、本日も渋谷パブリッシング&ブックセラーズからお届けしたいと思います。今日は臨床に、もうほんと慣れてきた、7日も経てばもうね。ということでゲストはインターステラテクノロジーズの稲川さんです。ちょっとやっぱ欲しいかも。はい、稲川です、よろしくお願いします。ほらほら、あそこにね、本人さんの方がありますね。本人さんの方、実はもうここの本人さんも売り上げ今過去最高の売り上げを記録してまして、ほら最近みんな本買わないとかって言ってますけど、ちゃんと工夫すると本も売れるんですね。売れるんですね。ホリエモンチャンネル。質問答えました。非常識に挑戦することですね。私が馬を預けていた立東の森調教師は半路調教で関東に挑戦し勝ちまくりました。美穂の小檜山調教師は積極的に地方の交流戦に挑戦させて勝ち星を拾っていきました。半路だって人間のトレーニングとしては負荷をかけることで一般的だったものの、最初はみんな懐疑的だったらしいですよと。だけどパイオニアとしてそこを切り開いたからこそ今があるわけで、例えば彼と話していたのは馬の高地トレーニングです。長距離レースに効果があるかもしれません。アイデアと行動力で学歴なんか吹っ飛ばせます。実力の世界ですから。半路調教ってのは本当にここ20年ぐらい前から始まったやつなんですけど、あの頃は関西馬って言って関西から関東に遠征してくる馬が勝ちまくってたんですよ。でその秘訣は半路調教だったんです。半路調教、はい、立東トレーニングセンターっていう滋賀県にあるトレーニングセンターがあるんですけど、関東は美穂って茨城県の美穂町っていうところにあるんですけど、この2カ所あるんですよ、トレーニングセンター。そこにあの坂道を作ったんです。その坂道を作ったんだけど誰も使ってなかった。だけどその森調教師っていうのは要は負荷をかける、人間でも坂道ダッシュとかやりますね。やるじゃないですか。加圧トレーニングとかもまあやるじゃないですか。馬ってそういうのやったことなかったんですよね。おお、普通に平地をこう走ってただけだったんですよ。だけど坂道トレーニングやったら結構脚力とかついてくるんじゃないかって、まあ人間で考えれば普通のことですけど、それをやってみたんですよ。やってみたらやっぱ馬の実力がすごく上がって、へえ、それでも見方でも多分販路作る、もうみんなトレーニングセンターみんな販路作り出して、まあなんかそういう世界なんだよね。やっぱちょっと古いじゃないですか、歴史があるでしょ。歴史があって古くて縦社会のところってなかなか新しいことにみんなチャレンジしないわけです。他にもいろんなこと多分あると。まだアイデアはいっぱいありそうですね。全然あると思う。ということで頑張ってください。頑張ってください。では最後告知、失礼します。はい、ということで関連のは1回ぐらいしか見たことないです。本当にね、少ないんですよね私、はい、なので本当に噛まないかちょっと確かめに来てください。はい、はい、ということで本日もありがとうございました。プレッシャーをかけました。ありがとうございました。メルマガの登録はこちら、 YouTube チャンネルもよろしくね。イエーイ。